はい皆さんこんにちは玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。さて今日は10月1日に発足いたしました石破新内閣について、えー、解説コメントしたいと思います。まずこの就任会見でですね納得と共感の内閣政治を目指すということをおっしゃったんですがあるいはまあこれはあの決選投票のね高市さんと争った時にルールを守る自民党 ルールを守る自民党、ルールを守る自民党で三回行ったんですね。そして、ルールを守る自民党でありたい。ルールを守る自民党でなければなりません。ルールを守る自由民主党。多分、あの、高橋さんが、あの、ちょっとルールにちょっと違反する形で。あの、なんか全国チラシ配ってたんで、その嫌味を言おうと思ったんでしょうけど。でも、今見ると、石破さんもルール守ってよと。そして、国民の納得と共感を得られること、をやってよ。 今本当できてんのっていうのがですね発足も数日間で広がってきてるというのはちょっと石破さんもやばいんじゃないかなという気持ちですねでまあ正直長いことねその2012年に安倍さんと戦ってそれで、まあ、その後幹事長になりますけどずっとまあ反安倍派というか反主流派だったので、まあ、ずっとまあ、まあ、まあある意味干されてきたわけですよね。で今回こう政権をに、まあ、ある種ダッシュして <laughs> あの内閣総理大臣になったということなんですけどでただ国民の皆さんもやっぱり石破さんはちょっと今までの政治とね自民党政の,あの党首と違って総裁と違ってやっぱり本当に納得と共感ルールを守るそういう政治をやってくれるんだと期待したはずなんですよね。だこれがねガラガラと崩れたのはその戦後最短で10月1日に国会開いて10月9日にもう解散してしまおうと。 で10月27日にはもう選挙だということをぶち上げたことでですね石破さんのこの納得と共感の政治とかルールを守る自民党というこの吐いた言葉の信頼性自身がですね極めて今揺らいできているということなんだと思います。でんでかというとこの総裁選中もですね自分がまあ石破内閣ができたらすぐに解散するんじゃなくて当時あの小泉さんが もうすぐに解散するって言っていたのでそれもまあある種の対抗になるような議論としてねいやいや予算委員会予算委員会ってのはねこの皆さんもテレビ見たことあると思いますが全大臣が座っててねそれであらゆる質問に答えるっていうそういうまあ委員会なんですけどこの予算委員会をちゃんと開いてでまあ石破総理のみならず閣僚もどういう考え方を持ってるのかっていうことをきちんとね我々野党からの質問に答える形で表明をして。 それでその判断材料をちゃんと与えてから、えー、国民に信用を問えとこれあの私が言ってるんじゃなくて石破さんが言ってたので2週間前にですね代表選あの総裁選挙でで言ってたにもかかわらず、えー、まず総理大臣になる前にですねもうすぐ解散だと10月27日に投票日だと言ってこれあのそもそもね総理大臣しか 解散のこと言っちゃダメなんですよ何でかというと解散っていうのは我々衆議院議員の首を一気に飛ばす行為だしある意味皆さんまあ学校で習ったかもしれませんが司法立法行政という三権分立がありますよね。である種この解散権っていうのは、まあ、解散権って別に憲法に書いてるわけじゃないんだけどもそのどちらかというとね7条の解散っていうのはその時の政権がまあ自由自在にいつでもやってねそれでその 行政権、つまり内閣とそして立法府国会との関係を起立するこう2つの強い権力をこう統治する1つの手段特に行政側から国会側に対して「もうお前ら全員クビだ」というのが解散なのでそれはまさにそのそれをね確かに今与党の自民党総裁に選ばれたからといって総理大臣になる前の単なる一総裁 自民党新総裁の時に解散に経験に言及するのは私そもそもこルールに反してると思いますねでこういうことをねちっちゃいことかもしれませんけどもこれ,これ憲法上のある種の手続きなんでそういったことを守れない人はねやっぱりその大きなルールを守れなくなっていくと思うんですよねだからそれはすごい心配してますね言ってることでやってることが違うんじゃないかとあなたに期待したのはねこれまでの慣例監視じゃなくて自民党を変えると いうここことをやっって欲しかったのにここです自民党を変える前に自分が変わってしまっているということでもうとてもですね自民党を変えることを期待することはできないということですねまああえて言うと石破カラーとかねなんとかカラーってよく言いますけどもう脱出ブリーチされてるっていうそうすいうブリーチが進んでるなっていう気がするのでこれはちょっと皆さんの期待外れ感がだん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 ね時間とともにたあの高まってくんじゃないかな。 そのもういやボロが出る前にですねもうやっちゃえというのが今回の選挙ではないかなと石破さんねちょっと頑張ってくださいよそれはね今までいっぱい色々いろいろいいことを言ってたんだからね特にルールを守るとかってね正直な,なんか政治をやらなきゃいけないって国民民主党みたいなこと言ってたわけですからね石破さん頼むよ本当にということですが。 あとちょっと中身のことに関して言うと前玉置チャンネルも取り上げましたけど経済政まあ,あのちょっと戻りましたけど石破さんがなった瞬間にまたぐわーっとですね株がま,あ、まず先物が下がって現物が追いついてきてまあ2,000円ぐらい下げたわけですから、まあ、ちょっとやっぱりマーケットも警戒してますよね。でまあ、あの緩和的な政策金融政策、策金融とかを、 あるいは機動的な財政出動みたいなことは引き継ぎますとは言ってますけど多分これまでの発言から見ると本心はね金利を上げたいし増税したいっていうのが石破さんだと思うのも多分皆さんはよくご存知だと思うのでそうなるとやっぱりまあ一応今なんかねこう選挙も近いしリップサービスで言ってるかもしれんけども本当はあんたは極めて財政高張でしょというのは多分皆さんご存知なんでまあちょっと石破さんが本来の石破さんの政策をやると明らかにデフレに逆戻りですねあとね 経済制裁は確かに本人不得意かもしれませんが、まあ、何と言っても外交安保は俺の領域だと思ってるはずですよでも私からすると例えば先般ね石,石破さんが9月27日当選された日に、えー、アメリカの、まあ、ハドソンっていうねあの,あのシンクタンクがあるんですそこに発表したですねアジア版 NATO 構想っていうのが私やばいと思ってますあの悪いことは言わないんでもう背面取り下げた方がいいですねで ちょっとアメリカとの関係とか同盟国との関係でもやっぱ不信感を増すだけの内容だしで確かにその地位協定の見直しとかねいいんですけどそこに至る具体的な道筋がね全く示されてないので大丈夫ですかみたいな感じはしますねであの外交安全保障はねあの失敗できませんこれこれ確か茂木さんがね代表選挙中言ったんですけど経済政策間違ってもね 自民党が支持を失うだけなんですけど、これ、安全保障政策や外交政策間違ったら、日本がなくなりますからね。で、あとこれです。結局、石破さんなんでなったかというと、岸田さん、岸田総理の時に、まあ、この裏金問題が発覚したんだけれども、それに十分これ対応できなくて、岸田さんのもとではね、政治改革進まないということで、まあ、この、まあ、正論を吐く石破さんに期待が集まったんだと思いますよ。でも、 結局今のままだと石破さんもこの聖書関連の問題は解決できないと思いますね。だって明らかにその例えば麻生派とかであの同じようなね裏金作りがあったってこともいろんな証言から出てきてるわけですからそういう意味では真事実が出てるんで再調査すべきなんですよ。で私この前石破さんがご挨拶にねあの各党回って来られた時にね石破さんおめでとうございますと。で 言ったことをやってくれるんだったら応援しますけど逆に言ったことをやらないんだったら厳しく批判しますからねということは伝えておきましたんで、ね、あの後者にならないいように期待したん,なんとかこのね今混乱している政界をグワッと再編してですねそして本当により良い政治を作っていくその中心的な存在になるように頑張っていきたいと。 思っていますので、ぜひ皆さんの後押し、ご協力を、もう選挙、まもなく始まりますので、ね、あの物心両面でのご支援をいただければと思っていますので、ぜひとも、皆さんには、引き続きですね。玉木チャンネル、あのご愛顧いただくと同時に、まもなく始まる。選挙に対してですね。えー、いろんな形での、また後押し、ご支援を賜りますことをお願いを申し上げたいと思います。はい、それでは、今日はですね、石破内閣発足にあたって、ということでお届けさせていただきました。 それではチャンネル登録お願いします。